はい、こんにちは。今日は先日購入したこの FE1.8 の 85mm 無印のレンズですね。これの試し撮りに来ています。でカメラが α7-4 で、今日はジンバル RS2 ですね。この組み合わせで撮影していきたいと思います。過去撮影の試し撮りでよく来る生駒の宝山寺、ここに来ていて、ここから今日は生駒山城まで登って、生駒山城遊園地というのがあるんですけども、そこまで行っておそらく夕日の時間にはつけると思うんで、ちょっと遊園地で夕日の撮影をしに行きたいと思います。なんでここからちょっと軽くハイキング、登山というか、まあハイキングみたいな感じになっていきます。さっき一回撮ったのが車が入り込んでたので、もう一遍撮り直してます。ちょっと何回か、失敗したけど、まあ一発撮影やったらこんなもんかなと思います。あとはちょっと編集でうまいことごまかしていきたいと思います。今歩きながら撮ってるけど、 85mm やとあんまり変化がないので、できるだけ地面スレスレにして、こう手前が流れていくように撮影しています。暑くなってきたので上一枚脱ぎました。で今も T シャツだけですね。今日も11月に入ったけど、今日はめちゃめちゃいい天気で、ただいま4時15分、この時間から頂上登る人はあんまりいません。うちは下山してくる人はめちゃめちゃすれ違います。
山道でそんなに撮影して面白いのがあんまりなさそうなので、ちょっと一旦ジンバルの電源オフにして畳んで持っていきたいと思います。こんな感じですね。多分夕日見えてると思うんですけども、今東側の斜面から登っているので全く日陰になってて夕日が出てるかは分かりません。建物の中を通して見える夕日が綺麗。